はいどうもマロチです。よろしくお願いします。速報プレイやっていきましょう。はい、タイトルにもあるように今回はキャッチャー視点風で遊んでみたいなと思います。はい、投球方法クラシック、こうすることで、コースだけ決めて、で他はピッチャー任せになります。はい、で、打撃関係なしでしょう。カメラ、投球画面、これをノーマル中央にしました。普段はテレビのダイナミックでやってるんですけど、ノーマル中央でやります。はい、で難しさは、スピリッツで球速レベル、まあ別に俺が打つわけじゃないんでリアルスピード、はい、まあ、俺が打つときはねミドルスピードだけどね。はい、これでやっていきたいなと思います。広島やっていきます。他のミッション、ピッチャー操作のミッションだと2アウトからだったんだよね。で、できるだけまあ多く遊びたいな、遊んでみたいなということで、はい、なんだっけ、ワンアウトの広島でやっていきたいと思います。で、まあ速報プレイってバッター操作かピッチャー操作の2つしか遊べなくて、まあたまにねそのランナー操作のミッションとかもまああるはあるんですけど、まあ大きく分けて2つで、それだけだとそのやってる俺も見てる人も飽きてしまうんじゃないかなということで、遊び方の幅を広げたくて、まあ、今回キャッチャー視点風やってみたいなと思いました。まあコースだけ決めてねピッチャー任せなんで、やることはキャッチャーとほぼ一緒。ここでピッチャーが変わります。まあ画面もキャッチャー風っぽいよね。どんなもんなんだろう。てか投球練習できるんだね、それが素敵だね。はあはあはあ、カープ、まあいいね、よしやっていこう。まあ次は勝負強いバッターですから、カーブから入っちゃうか。このチャンスに期待がかかる足立が、ナイスボールじゃない予想以上に出来が良くてびっくりしたよ。中途半端なバッティングで閉鎖するのだけは避けたいですね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。ストレート、さあ追い込まれてしまいました。次はボール気味に来るでしょうね。外に逃げるボールを引っ掛けないようにしたいですね。そうですね、まあ外に逃げるボール投げたいよ俺も、解説が言ってたように。そこを裏を変えて全力のストレート、球威のある球をストライクゾーンで勝負だ。アウト。さあ4球目は何か、ファウルボールです。チェンジアップ、ファウルです。シュート、これは右に切れてファウル、さよなら三振。うい、前にボールを飛ばせません。なんか俺かっこいい、ツーアウトになっています。なんか俺かっこいいよ。としても同点に持ち込みたい場面でしたが、三振、ツーアウトです。糸井か、打順見てなかったな、知らんかった糸井か。なんでしょうこの何をどこに投げても打たれそうな雰囲気は。とりあえず球威のある球でファーストストライク取ろうぜ。よし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 、ついてきます。4番誰、カニザレスじゃなくて誰だっけ、カラバイオかな、カラバイオか、カラバイオ T 岡田か。てかあれだ、 T 岡田まで回ったらもうミッション失敗してるわ。そうだね、ストライクゾーンに入れるのはストレートスライダーだけがいいな。他はちょっと怖いな、吹っ飛ばされそうボールが。カーブ低め、これは外れた。スライダー、体に近いところ、外してもいいぞ。糸井とカラバイオでワンアウト取ることを考えて、いいコースに、あーどんまい。3ボール、厳しくなったか。そうですね、バッターをね意識しすぎたかもしれません。ストレート打った、ファーストの右、へいへいへい、危ない、よし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 、危ない、やりました。なかなかやってる俺は楽しかったよ。ご覧いただきましょう。いやー、びっくりした。
ギリギリだね。よかったんじゃないですか。もうすでに最初のバッター誰か忘れちゃったけどさ、足立かな、三振取ったの俺の中ですごい素敵な出来事だった。やりました。なかなか良かったんじゃないですかね。たまにまたねキャッチャー視点風で遊んでいきたいなと思います。はい、どうだろうどうだろう、見てる側の人はどうだったのかな。楽しんでもらえていればいいけどね、新鮮だなとかって少しでも思ってもらえればいいかな。やりました。はい、あそうだ、これで、5月制覇全部やりましたよ。やりました。綺麗だね、綺麗に埋まったね。なんかラジオ体操のスタンプを埋めたかのような気持ちだよ。埋めたことないけど、次は6月、あさってですね。よし、そんじゃ今回はここで終わります。はい、そんじゃ終わります。バイバイ。